いいですよ。具の混ぜるとかちゃんと。誰でも大丈夫。誰でも大丈夫。そう、誰でも。ただね、混ぜ方。みんな、あ、もっと 前の方がいい。はい、登場。さあ、どんなものか、まず。アルファ米とは何ぞやという。学生さん見る説明書。はい、説明書。説明書あります。あ、説明書の前に。説明書のところについてたのが、口から。ハサミっていうか、カッターと、これが重要です。切るのも学生さん。あ、切るのは学生さん、一応。明星大学、中央大学、両方どこチャンスないよ。ほらほらほら、これは女の子でもできるから行けよ。中央も行かなきゃ。中大も中大も両方行かなきゃ。タムさんも行っちゃう。行っちゃう行っちゃう行っちゃう。すごい綺麗だから風やら、バカすんだから。やったら、もしかしたら。じゃあ、バカやます。上の方です。すいません。すいません。はい、慣れてます。慣れてますね。慣れてますね。はい、まだね。はい、まだ。こういうことやってます。中の説明も。見えますよ。そうそう。いやいや、見えない。ああ。確かに。上の方。小袋も入ってるんですか。中に入ってる。切れてないしょ。あれ？切れてる。ここじゃないの。そう、もっと下だね。中にもパックとか入ってるんですよ。へえ。箸とか、箸とかしゃもじとか全部ついてんですね。実物をパックも入ってんだ。それでこの中に具とおしゃもじと皆さんに分ける葉っぱとしゃもじね。箸で全部入ってる。それで食べるためのやつが入ってます。それで石田様混ぜます。手袋やって50食分。これそう、50食だから50食分のあれが全部ありますから、これは取ります。それで入れましたね。どうでしょう。こいつはちょっと硬いですね。硬い。これ多分真ん中だったから、真ん中の釜。硬いっていうのは何がいけないんですか。火がですね、やっぱ火加減ですね。強すぎた。そう、ちょっとあったな。結構強すぎたっすよね。そうですね。強いかなと思ったんです。はい。ところで。だけどなかなかいい感じで。でも食べられるんですよね。食べられる。ありがとうございます。塩気がもうちょっとあるかな。はい。